したいと思います。お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。まず議事録署名人でありますけれども、今回は春日文子先生と、それから椚田直樹先生、お願いいたします。よろしくお願いいたします。今回の議題に関しましては、前回第1回でいる議論となった中から抽出してですね、本日のテーマとさせていただきましたので、議論実りある会に、議論の上ですね、実りある会にしたいと思いますので、ご協力をよろしくお願いいたします。それでは早速、議事に従って進めていきたいと思います。まず、資料1をお見通しください。県民健康管理調査の甲状腺検査の実施状況について、これは、事務局の方からお願い申し上げます。佐々さん、お願いいたします。はい、それでは私、福島県庁県民健康課の佐々と申します。改めてよろしくお願いいたします。県民健康管理調査、甲状腺に関しまして、これまでの実施状況につきまして、資料1により ご報告申し上げます。なお、この資料につきましては、先月7日に開催いたしました、検討委員会における資料ではございますが、こちらにより改めてご説明させていただきます。まず1ページ目、一次検査の実施状況でございますが、平成25年12月31日時点で、検査案内をお送りした33万3403人のうち、検査受診者数は26万9354人となっております。受診率 80.8% となっております。そのうち25万4280人につきまして、検査結果判定が終了しております。1796人の方が二次検査の対象というところになっています。1ページの下の表、結節、膿胞、人数、割合のところですが、結節や膿胞の大きさにより、二次検査の対象と判定されました方は、5.1 ミリ以上の結節が認められた方の1778人、20.1 ミリ以上の膿胞が認められた方の11人という状況でございます。なお、大きさからは A2 判定の範囲内でありましても、B 判定となった方もおります。一次検査は現在、福島県西部の会津地区において、巡回により行っております。まもなく今月中旬には、1巡目、先行検査が終了するという見通しとなっております。ここで申し訳ございません。一旦18ページお開きお願いします。丸1の18ページでございます。結節を認められた方は計3133人、特に二次検査の対象となる 5.1 ミリ以上の結節が認められた方は、この表を合計いたしますと1778人という状況でございます。そのうち10ミリ以下の方が1251人という状況でございます。隣の1の19ページをご覧願います。膿胞についてですが、受診者総数の 81.7% にあたる20万7806人が確認された膿胞の大きさが 3.0 ミリ以下、または膿胞を確認できなかった方という状況でございます。なお、膿胞の中に充実性のしこりを伴う場合につきましては、通常の診断では膿胞性病変とされておりますが、今回の福島県の検査では、すべて結節として判定をしているということでございます。改めてご報告いたします。なお、1の1にお戻りいただきまして、上の表でございますが、先ほど申し上げました膿胞結節の基準等によりまして、特に A2 判定の方、46.3% ということでございますが、こちらの方につきましては医学的な検知によりましてですね、今回の検査により何らかの追加的な措置を必要とされていないというような判定という状況でございます。それでは1の2ページにお戻り願います。お開き願います。二次検査の実施状況、結果につきましてご説明申し上げます。
二次検査につきましては、一次検査の結果 BC と判定された対象者1796人のうち12月31日現在1490人について検査を実施し、1342人についてその結果が得られたところでございます。平成23年度平成24年度実施市町村につきましては、対象者の約8割について二次検査結果が得られたところでございます。平成25年度実施の市町村につきましては、まさに検査を実施しているところでありまして、特に二次検査について暫定的な数字となっておりますことをあらかじめご了承お願いいたします。二次検査は同一の対象者について複数回の検査来院という形を取っておりますので、受診者数と結果が出た方のところにタイムラグが生じております。詳細な超音波検査と甲状腺、刺激ホルモンなどを見る血液検査、尿中要素を見る尿検査を実施しまして、必要と認められる方について腺子吸引細胞診検査を実施しております。先ほどもご説明申し上げましたが、一次検査においては充実部分を伴う嚢胞等も含めて二次検査の対象としている状況でございますので、二次検査の結果一次検査時の判定基準としている 5.0 ミリ以下の結節や 20.0 ミリ以下の嚢胞が確認された A2 判定等に再評価された方が約3割となっております。また約3割弱の方につきまして腺子吸引細胞診検査を実施しております。おめくりいただきまして1の4をお願いいたします。腺子吸引細胞診検査の結果、悪性ないし悪性疑いとされた方についてでご報告申し上げます。12月31日までに細胞診検査の結果が得られた方のうち合計75人について悪性ないし悪性疑いとされたところでございます。そのうち34人について手術が施行され、その結果1人は良性の結節であるということが確認されましたが、その他の33人につきましては悪性との診断がなされております。33人のうち32人については組織分類上乳頭がんとされ、1人につきましては低分化がん疑いという状況でございます。なお手術の結果良性と確認された1人を含めまして、悪性ないし悪性疑いとされた合計75人についての分類ですけれども、性別に関しましては男性28人、女性47人という状況です。23年3月11日時点の性別年齢別内容は真ん中のグラフ、上側のグラフの通りとなっております。これまでの検査では放射線の感受性が高いとされる若年層に悪性ないし悪性疑いとされた方は確認例は少ないという状況でございまして、特に自己時5歳未満の方につきましては確認されておらずゼロという状況となっております。また検査区分ごとの状況につきましては括弧1のあ、い、うの通りになっておりますが、特に今回の原発事故で何らかの避難指示が出された13の市町村を対象としている23年度実施対象市町村という区分につきまして、詳しく申し上げますと、先ほど の1ページ以下の資料も含めますと、検査受診者で一次検査結果の結果が判定された方は4万1522人、そのうち 0.5% の218人が二次検査の対象となりまして、その方のうち187人について二次検査の結果が得られております。そしてその結果悪性ないし悪性疑いとされた方はその後の手術で良性結節が確認された方1人を含んで15人というような状況になっています。23年度対象地区の方の分布ですが、男性5人女性10人、震災当時の年齢は11歳から18歳という状況でございます。なお悪性ないし悪性疑いとされた合計75人のうち手術後良性結節と確認された1名を除く74人の市町村別一覧につきましては後ろの1の6、1の7の通りとなっております。後ほどご確認いただければと思います。県民健康管理調査における甲状腺検査につきましては、ここの二次検査までが本調査の範囲ということになっております。
前回もご報告申し上げましたが、手術等につきましては通常診療、保険診療で行っている関係上、このため手術の結果等につきましては対象となった方やその保護者の同意のもと情報を受け集計を行っているという状況でございます。次に1の5ページをご覧願います。上の段の括弧3として、県民健康管理調査におきましては、原発事故から4ヶ月間を期間とした外部被曝線量の推計を行う基本調査を別途行っております。悪性ないし悪性疑いとされた合計75人についてこの基本調査にご回答され外部被曝線量の推計値が得られている方につきましては合計で24名、内訳男性9名、女性15名という状況ではございますが、全員の方が2ミリシーベルト未満、最大値は 1.8 ミリシーベルトという状況になっております。なお今回準備いたしました資料には記載ございませんが、今申し上げました基本調査におきまして全県的にはこれまでに約47万人の方の外部被曝線量の推計値が得られております。何らかの放射線業務従事の経験のある方を除く約46万人のうち 94.9% の方が2ミリシーベルト未満という状況でございます。これまでの推計結果における最高値は基本調査の最高値でございますが、事故後計画的避難区域に指定された地域にお住まいだった方で最高値25ミリシーベルトという結果が得られております。以上がこれまでの実施状況でございます。なお資料につきましてはこれまでの未受診者を対象とした別途設定している未受診者を対象として別途設定する検査計画、来年度以降の本格検査の実施状況などについても記載されておりますが、本日のご説明は省略させていただきます。最後になりますが、現在行っております検査は先行検査として主に現状を確認する検査として行っております。この先行検査に引き続き今年4月からは本格検査として検査に取り組むことといたしております。今回のこの4月からの本格検査におきましては、これまでの先行検査の対象者に事故当時胎児であった学年、平成23年4月2日から24年4月1日までにお生まれになられた方を新たに加え、合計おおむね38万5千人を対象として検査を行うということとしております。平成26年度および27年度の2カ年におきまして、改めて今申し上げました38万5千人すべての対象者の検査を予定しております。その後は20歳までは2年に1回、それ以降は5年ごとに長期継続して検査を行うという状況でございます。以上で甲状腺検査の概要、実施状況等につきましてのご説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。それでは、質疑に移りたいと思いますけど、ご質問ございますでしょうか。私からちょっとよろしいでしょうか。質問、ですね、この2ページ目の1-2ですけれども、この対象者は県外も含まれてますか。それは県内の方だけでしょうか。はい、はい、甲状腺検査の対象者でございます。まず1-1にあります対象者のところでございますが、事故当時ですね、福島県にお住まいだった居住されていた方で、おおむね18歳以下、学年で区切っているという都合がございますので、その方をすべて、を対象として、合計で36万8千人程度が現時点での対象者となります。そのうちの二次検査の対象者が1796名ということでございますので、はい、現在県外にお住まいになられていても当時県内に居住されていたという方で、それらの方は住民票の存在にかかわらず、ご案内差し上げ検査を行っているというところでございます。ということは他県に移られている状況、被災者の人たちもしっかりとフォローできているということので理解してよろしいでしょうか。はい、はい、例えば参考で申し上げさせていただきます。1-9から始まっておりまして、
合計でいきますと1の12ですねの表がございます。こちらに詳しい検査実施状況が市町村ごとに載っておりますが、一番1の12ページの最後の合計欄をご覧いただきますと、右から2つ目の欄です。県外居住者数、検査時点で県外居住者数で居住されていて検査を受けた方が1万5000人という状況でございます。うち約7000人近くが県外の医療機関で検査を受けていらっしゃるという状況でございます。はい、よくわかりました。それからもう一つよろしいですか。ですね、1の4ページですけども、各23年、24年、25年と平均使用権が出ております。平成23年が6ミリから13ミリ、あ、失礼、33ミリ。から平成24年が 5.2 から 40.5 ミリ、から平成25年が 7.3 から 30.3 ミリ、これは幅ですよね。そうじゃなくて、つまり大きさの、1ミリごとじゃなくて結構なんですけども、例えば3ミリごととか5ミリごととか、これ大きな差だと思うんですね。例えば30ミリの人が原発のあの事故の後に30ミリまで育ったと、ちょっと我々臨床家として外科医、患者さんの外科医としてとても影響とは思えないけれども、5ミリとか4ミリとかですね、そのレベルだと結論が出ないっていうところもあると思うんですね。ですからこの何ミリから何ミリまで、一番最低からの大きさから最高の大きさまでをドンと出すんでなくて、果たして手術してみたらこの正確な腫瘍径は何ミリであったかっていうのは我々としてはぜひ知りたいところなんですけども、その辺はいかがでしょうか。手術症例の正確な比率というのは、ここでは記載しておりません。これはあくまでも細胞診をした時の超音波の証言ですので、手術でのその詳しいデータをここで公表するところまではいたっておりません。大きな差はございませんけど、多少やはり手術表現ですということがあります。あとはそれぞれの度数分布を知りたいというのもあると思いますけど、標準偏差を多少見ていただきたいということがございます。そういうことで、平均と標準偏差の大きな差はこの3年間ではないと思います。おおむね、巨大なもの、大きなサイズのものは、むしろ典型的な乳頭がんというよりは膀胱の中にできているとか、膀胱型乳頭がん、いわゆる、通常の非常に硬いものであって柔らかくて一見陽性に見えるけど最終的に乳頭がんだというものが多い。膀胱の中に乳頭状に増殖してたところががんであったと、その全部の直径は正確の大きさではないわけですよね。そうです、そういうものもございます。ですから大きいからすごくアグレッシブで、すごい乳頭がんがあるというわけではなくて、むしろおとなしいものの方が大きかったりする場合もございます。今後でも結構ですので、エコーの大きさとかそれが分かればぜひご報告していただきたいと思います。他にございます。はい、どうぞ。1の4の、同じページの4ページ目ですけど、ちょっと確認なんですけども、悪性内視、悪性疑いで、例えば23年度15例あって、で手術11例ありますが、手術した例というのは、すべて悪性と一致したんでしょうか、それとも悪性ですが、手術をしなかった例というのはあるんでしょうか。すなわち、後で津軽先生などの罹患率の話をした後にちょっとこの辺戻りたいんですけども、例えば悪性と診断されながら放置しているケースというのはどのくらいあるのか、これからは分からないんですが、でそれから手術のインディケーションとかはその施設によって違うのか、それとも何か統一した基準があって行われているのかということを確認したいと思います。じゃあこれは私の方から、まずこの今日の見方というか、この数字の見方をご説明します。悪性内視、悪性疑いというのは細胞診で、例えば23年は15例出たんですけど、そのうち手術が11例されたということは、これからそれこそいろいろ話が出ると思うんですけど、甲状腺のがん、内視がん疑いの人が出た場合は、この
若い人の場合は多くは非常にゆっくり育つものですので、個人のいろいろな都合に合わせてある程度手術等の治療の日程を合わせたということで、呼んで手術をしていないからイコール経過観察だということにはなりません。ただ現時点では経過手術まで至っていないということの人も入っていますし、そうすると悪性の作成代は A でバイオプシーして確定した悪性を感じた人たちがダメなんですか。確定したのは11で手術は確定した、確定すれば手術ということも悪性ないし悪性疑いが確定しても一般的にはこれで90から 95% くらいが癌である可能性が高いわけで、それを含めてその例えば先ほど言ったように6ミリの人と33ミリの人にどういう話をするかというのがあるし、基準はどういうかということだと、ここで一言で述べられるようなものではありませんが、日本の専門の外科医はですね、今ガイドラインができてますので、それにのっとって、大体同じような基準でやっていると思います。すみません、しつこいんですけども、手術20例という方はこれは全て悪性と考えていいわけですね。でそれ以外に悪性というのはないんですか。それとも悪性はあるけど手術しなかった例というのは、例えば24年の50例の中で22引くと28例ありますよね。その中には悪性だけど手術しなかった例というのはあるんでしょうか。ああ、分かりました。まず先生のおっしゃっていることは、この募集団が例えば75のうち34手術して、手術が基本的には病理診断で確定診断になるんです。残りのものはどういうことかということですけど、あくまでもそれ以外のものは確定診断とは言い切れないわけです。限りなく悪性を疑うけど、それはあくまでも確定診断は組織を取った場合ですから、ただ場合によってはこれは成人の場合で特に多いんですけど、非常に小さいものは本人との詳しい同意のもとで経過観察をする症例です。経過観察しているのを多数フォローしている症の中でもほとんどはそのまま経過観察されていて、ある一定の率で少しずつ手術に移行するというのがもう知られています。で今回もこの75例のうち、2例ほどは経過観察が入っています。それ以外は手術を想定として準備中だということです。ありがとうございます。はい、どうぞ西先生お願いします。4点ほどありますけれども、1つはですね、良性結節は良性ということを家族本人にも言ってあるんですよね。でなぜここに悪性および悪性疑いと中に良性結節が含まれるのか、これはもうその通りです。細胞腫が悪性なし悪性とか極めて悪性疑いが4回続いたんですか。専門家が見ても良性結節とか でそれで我々としては大人だとどういうふうにするかというと、これは進めないか進めないか別として、通常は手術で全部腫瘍を取って、それこそ今言った確定診断をするか、もしくは太い針を局所麻酔科に非常に太い針を刺して、細胞じゃなくて組織診断をするという話をしたら、本人とご両親がもう手術で取ってください、その後の腫瘍そのものも非常に大きかったんです。で取って確認してくださいという希望があって取りました。で我々はやはり細胞診で悪性なし悪性疑いイコール完全に悪性でないということもお示しするために、後遺症例が臨床上あるということです、はい、ちょっとパッと見たら分かりません。それとですね、今結節の大きさのことがよく言われて、大きいのがバーンともう被爆後すぐ出たんじゃないかとか、いろんな前がありますけど、例えば平成23年度の一番大きいのは33ミリですね。平成24年度は 40.5 ミリですね。まあ一般的に書いてこんな大きいのがですね、もう被爆前から、事故前からあったと思うんですよね。だからこういう大きいの検査の時期をですね、例えば 33ミリは平成23年の、まあ、8月の10日に検査したとかね、まあ、8月とかね、そういうのが出とればなんとなくもっと前からあったんじゃないかというようなことがまあ分かりますので、もし可能であればですね、日にちをね、日にちじゃなくてまだ、まあ、月でですね、提示していただければいいと思うんですけども。はい、ありがとうございます。それをの、そうですね、年齢分布のところが診断時の年齢と、初診時の年齢って言ってるんですが、じゃあ33ミリのサイズはここでは分からないので。だからかなり、まあ、例えば、まあ、10ミリ以上とかね、15ミリ以上の、まあ、参考になるのは23年度の対象市町村ですので、23年度ですから、23年から24年度3月までにはすでに
石井検査終わって見つかっている人で、ここにある症例はそこで見つかっているから極端に大きくなっている人はこの75例の中にはほとんどおりませんので、この33というのもほとんど石井検査が石井検査まではすごく変わっていない。それとですね、甲状腺がんが発見しやすい16歳から18歳のやっぱり一次検査率が悪いですよね。一次検査率が悪いから二次検査も悪いということで、1の丸1のですね、12ページですか、もうトータルで合計で16歳から18歳が 50.7% ですから、ですから全部0歳から18歳まで の受診率でご報告されていますけども、もしできればですね、こういう10歳以上とか16歳、18歳、これはもう、今先生おっしゃいましたので、受験のこととかいろんなことがありますからね、これはもうそういう場合はもうしょうがないんですけども、実態はそうだということですね、年齢的にと低いということですね。それとですね、1のですね、5ページですか、鍵括弧の4番のですね、血液検査の時のサイログルビン TG ってありますですね、で基準値が 32.7 ナノグラムパーミルですけれども、これ、おそらく SRN かどこかで外部委託された検査だと思うんですが、SRN、確かにこれ、32.7 で、これ、成人の基準値なんですよね、32.7。で、私も小児科医ですから、もう0歳、1歳、1歳ぐらいまでは100っていうのはざらにあるんですよね。だから年齢的に、そうしますと、このその下の基準、悪性ないし悪性疑い75例以外のその他の1413例に、その37点以下が 16.17% 出てるってことは、単純に考えたらこれ、異常なんですよね。というのは、異常じゃないんだろうと、年齢が若いほど高めなんです、基準値がですね。だからそこを考えないと。私、答えてほしいでしょうか、医学的な話はね。まず先生、少しそこ、非常に貴重なご意見なんですが、例えば先生がおっしゃられているようなご意見というのは、例えば VD3 が特に小児では非常に子どもが高いというのはありますけど、サイログロビンに関しては、小児がどういう傾向だというのは、ここではなかなか述べられない。でありませんし、あと先生、その他の1413人が 16.9% というのは、これは異常だとおっしゃいますけど、そうじゃなくて、このその他といっても、これ全部、二次検査に回っている人が多数ですので、いわゆる、正常ではないわけです、結節を持ったり、膀胱を持ったり、そうするとサイログロビンは実際に理論上上がってもおかしくないです。そうそう、ただ明らかに悪性なし悪性疑いの方は、みっちりとした結節のグループですので、脳胞やその他よりは多少多くても、そう違わないかと。ただここは科学的に、医学的に、明確に有意差を比べる意味はどこまであるかという対象群であります。ですから先生おっしゃいましたね、フリー T3、フリー T4、もう全部子どもって年齢によって差がありますですね。そのように今、うちの方ではこう検討しながら、最終的には、これは今回は外部委託は BML ですので、BML の不正常値というか、子ども用のはありませんので、今までのデータを参照に、うちの、ここにいる大学教授が検討して、今、聞いておりますから、最終的には姉妹代として承認のデータを出さなければいけない。そうですね。SRN のですね、古い本に基準値がサイログロビンのですね、0歳から18歳ぐらいまでダーッとあるんですよ。それ見るともう明らかにもう0歳、僕ら先天性スクリーニングでクレチン症のスクリーニングで見るんですが、もうものすごい高いんですね、100とか200とかあるんですよ。それとも明らかに大人の感覚で言ったら異常ですが、もうこれはもう異常はないということで、だいたいどんどん下がってきますのでですね、結構あるんです。もしご参加ください。はい、そこはこれから今明確にするように一応かなり慎重に今見て補正してはおります。ただこれからもっと簡単にできるような正常値が出せるというのは自由に。はい、ありがとうございました。他にございますか。じゃあもう一つだけお願いいたします。
ちょっと細かいことですけれども、先に確認させていただければと思います。1の5のところで、占領評価の話がありましたけれども、これ、今、甲状腺の話なんですけど、占領評価は実効占領で出されてるんですよね。そのまま甲状腺、透過占領で出された方が分かりやすいかなと思うんですけど、それに関連して、後ほど栗原さんからのお話のところで、関係してくるかと思いますけども、この実効占領、で表記されているのであれば、組織加重係数はいつのものを使っているのかっていうのをちょっと明示しておいた方が誤解がないかなと思いましたので、コメントさせていただきます。はい、佐藤さん、はい、お願いします。1の5の括弧3の基本調査に基づきます結果とのこの何て言うんでしょう、突合という観点で今回資料を作らさせていただいておりますので、今先生の方からご指摘いただきましたように、こちらについては積算絶好線量ということで、甲状腺10日まで、詳細にのあの計算したものではございません。すいません、基本調査 の場所と時間で外部被曝線量として評価された分の値と照らし合わせているというだけなんですね。はい、わかりました。もう一方、春日先生お願いします。すいません、時間がないところ、今のご質問に関連しますけれども、後で栗原先生からご紹介のある初期被曝 の甲状腺、調査の対象となった、お子さんもこの、二次検査の対象、あるいは、最終的に悪性あるいは悪性疑いと診断されたお子さんに含まれるんでしょうか。そこもしお答えにくいかもしれないんですが、その場合 その、つまり基本調査以外のですね、方法での被曝線量との比較が可能かどうかという意味でお答えいただければと。それが1点。あともう一つついでにお願いします。この専門部会はこの甲状腺がん の, 検, その検査の意味、検査そのものの意味と結果の意味をより詳しく県民の方に分かっていただくために設けられた専門部会です。ですので、その観点で言いますと、最初の渋谷先生 のご質問、これはとっても大事なことで、この、悪性あるいは悪性疑いと診断された方っていうのはどういう意味を持っているのか、それから、手術 しなかったというまだ手術されてないという方はどういう意味を持っているのか、ここを詳しくご説明していただくのが大変重要なことです。もしもその点で追加のご説明があればお願いしたいと思います。以上2点です。はい、佐藤さんお願いいたします。はい、現時点で先ほど私の方からご説明させていただきましたが、県民健康管理調査における甲状腺検査の対象者は、当時福島県内にお住まいになられた方約36万8千人ということで進めております。その後例えば事故直後に例えば国の方で1080人のスクリーニング検査とか、その他の外部の大学等で何人かの検査がなされているというような状況はございますが、今回の甲状腺検査につきましては、一律にですね、当時お住まいになられていた福島県の18歳以下の県民全部ということになります。で、そのほか例えば今日ご説明いただきます栗原先生はじめさまざまな研究成果が出てきておりますので、今後ですね、先ほどお話ありました、基本調査における外部被曝線量、実効線量の結果なども含めて、現在県の方では医科大学の中にデータベースの構築を進めております。で、こちらの方に関連情報を例えば個人線量計、 WBC の線量結果等も含めて、一元的総合的に蓄積して、で一人一人紐付けっていうんでしょうかね、それを最終的にはするということで、個人ごとに蓄積して総合的に判断していくということになろうかと思います。ありがとうございます。よろしくお願いします。もう一つ、鈴木先生。はい、先ほど鈴木教授の方からもお話ありましたが、二次検査の腺子吸引細胞診検査において悪性ないし悪性疑いと
ということで、になりましたのが75名というところが現時点での数字でございます。その後、手術によりまして医学的確定診断がなされた方が表でいきますと34でしたかと思います。その確定診断のうち1名については良性結節というところで、悪性が確定された方が33というご報告がなされているかと思います。先ほど私の方で申し上げましたが、手術につきましては私どもの県民健康管理調査の範囲から次に進みますものですから、そちらの手術の情報につきましては、ご本人並びに保護者の皆様のご理解のもとご提供いただいた情報を集計しているという状況でございまして、手術と悪性疑いとの間の差について詳細を把握しきれてないというところが現実のところかと思います。はい、この点に関しては私も何回かご質問させていただいて、よくご説明していただいていることだと思います。それでは時間もずっと過ぎておりますので、次の議題に移りたいと思います。資料2をお目通しください。これは今日お忙しい中から来ていただいて津金先生からです。あ、ごめんなさい失礼いたしました。栗原先生、よろしくお願いいたします。保育園の栗原です。座ってご説明いたします。お手持ちの資料はですね、すでに学会等でご紹介した内容ですけれども、今回簡単にご説明の方をだけしたいと思います。な 本資料の内容ですけれども、保育園が環境省委託事業の一環として平成24年度の委託事業の中で行った成果によるものでございます。内容ですけれども、これまで行われてきた線量推計の概要ですねを簡単にご紹介いたしまして、保育園が行った線量の再構築、そして今後の課題等について簡単に述べさせていただきたいと思います。3ページ目いただいて、チェルノブイリ原発事故と福島事故の比較ということで、簡単に1枚お示してございます。放出量等、このようになっておりまして、要素に関してはチェルノブイリに比べて約10分の1、セシウムに関しては約5分の1という放出量の推計がございます。大きく異なる点といたしましては、初期の人の実測値ですね、これが大きく異なっています。チェルノブイリ事故の場合には質はともかくかなり測定データがあるということで、これらのデータが今でも線量再構築をされているところでございます。一方福島に関しては初期、特に要素131に着目した人の測定という意味で作業者を除きますけれども約1500件程度しかないというような現状でございます。チェルノブイリ事故での線量推計の結果等はその3ページ目の下に示している通りでございますけれども、線量域としては 0.2 から1グレー、シーベルトに直しますと200から1000ミリシーベルト、あるいは1000ミリシーベルト以上というところが、多くの人が、そこに、推計されているというようなことでございます。で4ページ目がですね、線量推計の基礎となるデータでございます。先ほど申しましたように人の実測データは非常に限られております。例えば、弘前大学の徳波先生が書かれた浪江町住民の方々の測定、これ62名しかありません。それから、長崎大の松田先生が測られたデータ、これ初期対応者ですけれども約300名程度ということと、あとはその、国が行いました小児甲状腺スクリーニング検査、これが1080名というデータがございます。でその後コールボディの検査と行われてますけれども、事故後約1年間で1万人の方々の測定がされていますけれども、このホールオーディス検査が測定されたのが、事故から、数ヶ月経ってから、6月ぐらいです。6月の下旬ぐらいだったと思いますけれども、そこからのデータですので要素1、3、1のデータはそこにないということでございます。なので、こういった限られた人のデータだけでは線量推計非常に困難ですので、今後、すべきこととしては、こう実測データのある方々の、を再現するためのモデル、あるいはその他のデータとして空気サンプリング、土壌サンプリング、あるいは空気感染量率マップ、体格差シミュレーション等を組み合わせて、
モデルを作っていくということが必要になってくるということでございます。5ページ目は、簡単その内部線への計算を示しております。今回 の、内部あの福島事故での、線量推計の基本となるところは人の実測データです。オールボディカウンターや構造線モニター等で測られたデータに基づき、線量を評価するということでございます。しかしながら、この対外計測法と呼ばれている方法なんですが、いつ摂取したのかということで非常に、そこが線量に効いてくるというところがございます。5ページ目の、右に示した図というのが、これは経過日数とともに甲状腺残留率、要素の甲状腺残留率を示しておりますけれども、このように、取り込んだ時期、これが過程によるものだとすると、その不確かさが出てきてしまうということでございます。もちろんこれは要素131の、元素上要素という、化学系のものでございますけれども、これが、また、化学系によっても変わってくるというようなことでございます。6ページ目が、小児甲状腺スクリーニング検査、これからのスライドがですね、これまで得られているデータで、どういうものがあるかというものを簡単にお示ししたものでございます。6ページ目は、小児甲状腺被曝のスクリーニング検査でございます。これは、当時はスクリーニングという目的で、過度な被曝を受けたお子さんがいるかいないかということで、目標とする、そのスクリーニングレベル100ミリシーベル相当に、達しているような、お子さんがいるかいないかというものをふるいにかけるという、まあ、そういう、簡単な検査でございました。測定にはですね、NIR サーベイメーターも、用いられてまして、その6ページ目の下にあるような、風景ですね、まあ、こういった、状況で測定をされていたということでございます。で、これの、NIR サーベイメーターの照明値ということで、これは、甲状腺を当てた時の、測定値から被験者の、甲状腺から、離れたところ、体幹部の離れたところ、肩口付近で測定されたと言われてますけれども、そこでのデータをバックグラウンドとして差し引いた値のネットカウント値としての頻度分布を示しているということで、1080名のうち、その赤いバーで示した569名ですね、一番左の、バーでございますけれども、598名のところの、が被検出というようなことで結果でございます。7ページ目、お願いいたします。7ページ目はですね、これは浪江町住民の方々の甲状腺線量ということで、これは弘前大学の常浪先生が測定されて論文にされているデータです。で、62名と数は少ないんですけれども、実際に人を測定しているということと、スペクトルメーター NAI シンチレーションサーベイメーターではなくて NAI シンチレーション検出器なんですけれども、スペクトルメーターを使って要素131を特定して測定したという精度の高い測定でございます。で、この結果から言えたことなんですけれども、最大値としては2333ということで、大人と共の方々、被験者の方々の最大値として線量が推計されているということと、その後に続報を出されておりまして、この62名のうち46名から有意な要素131が検出された46名のうち5名の方から、セシウムも検出されたということで、この測定から、要素セシウム1ものを、導き出して、これを浪江町の方々のゴールボディカウンターの結果に当てて、線量、甲状腺の線量を、推計しているということでございます。詳細はそちらにある7ページ目にある、文献等に記載されてございます。8ページ目は、これは長崎大学で、測られた、甲状腺初動対応者の、甲状腺の線量ですけれども、初動対応者、あるいは避難者の方々、これ長崎大学のホールボディカウンターで、まあ、測定をされたという、まあ、そういう論文でございます。で、これを見ると、まあ、多くの方々が、測定、さらに測定データあるんですが、最大値としては20ミリシーベルト、約20ミリシーベルトという結果、それから、その、線量に関しては、事故後のその行動パターンによって大きく、特徴的に変わ特異性があるというようなことを示しているということで、非常にその行動データというのが行動をどうに行動されたのかというのは非常に、重要な、要素だということが言えると思います。9ページ目がですね、包囲圏で行った甲状腺線量の最高値ということで、示してございます。包囲圏では平成24年度の環境省委託事業の中で、まあ、線量推計を行ったわけですけれども、
限られたデータを基づきまして、可能な限り、線量推計を試みたということでございます。甲状腺計測、先ほど申しました小児甲状腺の検査、それから、ホールボディカウンターの計測、これは、日本原子力研究開発機構から、データをいただきまして、約9市町村の3000名分の成人被験者のデータを使いました。それから、体格差シミュレーションの、結果も、これに加えているということで、今後、さらにその精度を成熟するために、行動データを取り入れるとか、あるいは、実測値を有する方の人のことをパターン化ということを検討していきたいというふうに考えています。10ページ目が、小児甲状腺被曝スクリーン検査の推計でございます。細かいことは、ちょっと割愛させていただきますけれども、機器の構成上数の見直し、あるいは接種シナリオ等の見直しを行いまして、線量推計の方針でございます。その結果が11ページにございますけれども、川又、いわき、飯舘というところで、2つのシナリオ、3月15日の急性出種、あるいは、慢性接種ということで、これ測定日の前日まで、3月12日から、測定日前日まで連続的に均等に取り込んだという過程のもとでの評価をしています。でこれを見てますとですね、いずれの地域も、ほぼ30ミリシールト未満というような、結果ということで、この結果自体は先ほど生データのところありましたけれども、0.2 マイクロシーベルトが100ミリシーベルトと相当するということで、そこに比べて、そこから、特に、変わったことはないんですけれども、結果としては30ミリシーベルト未満だというような結果になってございます。それから12ページ目が、これは、ホールボディカウンターの結果につきまして甲状腺線量を推計しようというものでございますけれども、まずその生データを、使用者データといたしまして、2011年7月から2012年1月までに、原子力機構でホールボディを受けた方の、成人の方の実効線量分布を、示しております。でこれを見ますとやはり、甲状腺の検査と同じような結果になっていて、一番、各市町村別のデータが出ていますけれども、左のデータが、未検出者、検出限界値未満の方々の、バンドを示していて、そこが一番高いヒストグラムになっているということで、これらのデータを使って、甲状腺の、ここの住民の方々の、甲状腺の線量を、推計いたしました。で13ページ目がですね、実際そのホールボディカウンターから、甲状腺線量推計をどのように導き出したのかというフローを示していますけれども、やや専門的な内容になりますので、詳細は割愛させていただきますけれども、ホールボディのデータというのは、先ほど申しましたようにセシウムの体内残留量で線量が出されているということなので、セシウムの実効線量しか得られていない。そこからどのように甲状腺の線量を出すのかということで、必要となるその要素セシウム比の同質過程をここで示しています。で実効線量が例えば1ミリシーベルトであるのであれば、家庭のもとに、セシウムの、摂取量が、出てくると。でそこで、要素セシウム比というのを、仮に1だとすると、1だとすると、その大人の方と同じような行動された方々、お子さんに関しては、1歳10歳児、成人1歳10歳児で、そのモデルですけれども、呼吸率のモデル、あるいは、線量係数等も年齢別の、変わってくるということを考慮して、60ミリシーベルと50ミリシーベル、30ミリシーベルというようなこう、関係が得られますので、この関係を使ったということでございます。で実際、飯舘村と川俣町に関しては、14ページございますけれども、両方のデータが得られていて、実効線量と、甲状腺線量、成人と小児での線量が得られています。でこれらをうまく、説明する、これらをうまく再現する、摂取量比というものを、導出した結果、2倍程度で、今回の線量推計では、3倍というような結果に、を使わせていただきました。15ページ見ていただいて、でこれがですね、各自治体の、住民の方々の、ホールボディカウンターから導き出した、線量推計結果ということで、ホールボディカウンターの 90% 値の値を使って、それぞれの1歳10歳児の、甲
甲状腺の線量を適用したということで、このような値が出ております。で、最後16ページ、最後の方ですけど、16ページで対角散シミュレーションによる推計等も行ってございます。で、これはやはり実測データが非常に限られていることで、非常に苦肉の策ではあったんですが、拡散シミュレーションの方を使っています。で、こう拡散シミュレーションを使って、ここで16ページ目の、左の図にですね、マップを示してございますけれども、これは拡散シミュレーションの計算をして屋外にずっと居続けたかという、そういう極端な過程での結果でございます。ただそういった過程なので、実際に屋内にいた方々とかは、補正をする必要があるんですが、現状ではまだ情報が得られていないので、このデータを使うにあたっては、その実測データが得られていない地域で、あるいはその今後拡散シミュレーションに変更があった場合でも言えると、これは言えるということで使いました。で、それが例えば会津地方とか中通り地方とか、実測データが今回得られなかった方々に対して拡散シミュレーションを使うと。で、この方々に関しては10ミリシーベルト未満であろうということが言えるかということでございます。で、浜通りに関しては、線量が拡散シミュレーションが高くなっているんですが、これに関しては、この地域の方々に関しては極力その実測データを使おうというような方針で線量推計を行いました。で、17ページ目が、拡散シミュレーションの精度ということで、おおむね、実測データの実測から推計した線量推計の、高い方の、部分に、位置しているということで、大幅な過小評価はしないだろうというようなことで、拡散シミュレーションの結果も、線量推計には使わ、今回の線昨年度の線量推計には使わせていただいていると。で、18ページ目が、最終的な結論なんですけれども、これは、あくまでも、その仮想的な、人、例えば、そういう、あるその代表的な行動された方の集団の中のですね、90% ある、あくまで仮想的な人に対する線量ということで、被災時、それから成人ということで示して、その方法を示してございます。で、いわき市に関してはですね、これ実測データ、小児行動線データあるんですが、その計算、その結果と踏まえて、拡散シミュレーションの値も使わせていただいているということで、30ミリシーベルトというような結果を出しています。はい、で、19ページ、20ページ目が、今後の課題なんですけれども、まずは接種シナリオというところで、これを政治化する必要があると。で、多くの方々は3月12日に20キロ圏内から避難されているんですけれども、ではどこで被爆をした可能性があるのかということを、やはり今後調べていく必要、何らかの因果関係を調べていく必要がある。それから、経口接種の機能はどうだったのかということで、経口接種の影響というのは非常に少ないというふうに推察しているんですけれども、これが本当にそうであったかどうかということ、それから、2番目といたしまして、予想接種有無比、これは、時間空間的な変化ということで、今、これは、環境をやっている、研究者の先生方と協議をして議論しているところでございます。それから、人の実測データの妥当性、その他、いろいろ放射性各種の化学系ですとか、要素131以外の単半期の各種の寄与ですとか、こういったいろんな課題が積み重ね、まだまだ山積みの状況でございます。私の方からは以上でございます。はい、大変詳細なご説明いただきありがとうございました。初期内部被曝の線量の推計と非常に大事なこと、このことは大事なことだと思うんですけれども、どなたかご質問、質疑応答よろしくお願いいたします。ございますか。どっかでオープンにされるわけですね、一般の方にもですね。このよく説明しとかないと 90% ある値っていうのはどういうもんかなというと思われるし、1歳児で30とか20というのはっていうふうになんか、これは高い方でこういうことなんですけども、平均でどのぐらいとかですね、 そこの人の、大体大部分の人は5以下とかね、なんかこれだけポンと出すとえらい多いね、うちの子供は30とかなんとかっていう一人歩きするような危険性がないわけでもないですね、一般の目で見ましたらね。これどっかでオープンされ公開されますでしょ。もう今日公開になってます、これはすでに県民健康管理調査の資料の中に含まれている、去年
の2月あたりに出されていると思います。この間の国際のワークショップでもこの辺がね、100ミリシーベルトは異常がないとかなんとかって、それがだんだん20ぐらいはまああまり関係ないだろうということになってるんですけども、その辺をですねちょっと皆さんに一般の方に分かりやすくしておかんと、双葉町に住んどった人は全部30中ぐらいとか思われちゃいけませんし、はい、一般的にも公開されて見られるようになってますですよね。はい、あ、加速です、お願いいたします。ちょうど先月の26日に環境省の健康すみません、名前がちょっと長いので、環境省の委員会が開かれまして、はい、やはりこの初期被爆推定の時のバックグラウンドの測り方について確認させていただいたんですが、実際に、測定に当たられた、はい、京大の新山先生が詳しくご報告くださいました。でその結果ですね、やはりバックグラウンドとして使われたのが衣類の表面だったということなので、お一人お一人のその賞味値として計算した値は決してその人の正確な甲状腺の被曝量を意味しているわけではないということはおっしゃっていました。ただ、空間線量 の値と比較しましても、その1082人についてその範囲では、スクリーニングレベルよりも低かったろうということはかなり強く示唆できるというそういう結果でした。でそのことはその範囲においては、まあ、納得できるご説明だったんですけれども、その賞味値がそのお一人お一人の値を示しているわけではないということも踏まえますと、やはりその不確実性は残る、測定である、それは当時 の限界のある測定の状況ではもう仕方がなかったと思うんですが、それを踏まえまして、今ご説明がありましたようにホールボディカウンター、それから大気シミュレーションの値、そして基本と調査との照合といろいろなそのデータをやっぱり総合的にこれ今後もですね見ていくことは必要だというふうに思いました。どうぞ。すみません、本当に素晴らしい研究されて感激してますが、シミュレーション確かスピーディーとか海洋研究開発機構とか、あるいはうちも早野先生とかでいろんな初期の要素のシミュレーション出てるんですけど、基本的に地域でこうシミュレーションするのはそれはそれで大事なんですが、やはり私はですねこの基本調査という個人のやはり線量っていうのを本当に大事にしないと、やはり本来のねこの健康調査意味があんまりないんじゃないかと。もちろんその地域のねアベレージのその線量というのはもちろんプロキシーにはなるんですが、例えば相馬市でもやってましても同じ地域でもかなり外部被爆レベルというのは違ってきたりする可能性があってですね、もちろん用土と世信は少し違うんですけど、ですから一方でシミュレーションをやりながらいろんなデータを統合してやっていくエフォートと、やっぱり今基礎調査 25% でしたっけ回答率で、やっぱり全然その個人レベルの線量っていうのが把握されてないっていう現状がある中で、このシミュレーションの役割は非常に正しいんですが、同時にやっぱり実測データというかそういう個人のデータはきちんと把握していくっていうデフォルトはやはりやるべきじゃないかなというふうに思っています。やっぱり用土って半減期短いですし、今から調べ直すことできないんで、やっぱりその当時の行動パターンっていうのも非常に大事が一番大事かなというふうに思っています。その把握は今まで何回もご報告いただいてますけど、かなりしっかりできてるんですよね。いかがですか。はい、はい、今ご指摘いただきましたように、やはり全ての基本になるのが文字通り基本調査なんだという認識のもとですね、高度記録からの外部被爆線量の推計ということではございますが、ただ一方でそれが唯一の今の方法だということも含めてですね、やはり多くの県民の皆さんに基本調査に参画していただくというところが極めて重要だと、それらのことも踏まえまして、例えば昨年11月からですね、問診票の記載方法を簡易化するなどの方法は取ったんですが、やはり何らかの避難で複数回移動された方は、やはり簡易版での対応というのはちょっと難しいということになりますので、詳細な調査ということでお願いしているところでございます。なお
全体で全県民 25% の回答率というところではございますが、浜通り地区につきましては5割近くまで来ております。特に避難地区につきましては5割を超えてきているというようなことでございますから、平均的に例えば一つの家庭で一人は何らかのを出していただけるような数字的にはそこまでは来たと思いますが、より、特に一番心配な子どもさんを中心に、今後とも引き続き回答を促進をお願いしてまいりたいと思います。その辺のところは一番大事なところだと思いますので、ぜひこれからもよろしくお願いいたします。藤先生、すいません、ここでこの話が出てきたということは非常にもう一回確認という意味で意味があると思うんです。それで結局その基本調査を出して、で今はまあとにかくその行動パターンというか当時の、受けるであろう外部被曝の量はだいたい推計ができるようになったと。で今度は甲状腺への その、要素の取り込みがどうかという話とくっつくようになって、でこれ単純に3対1とかっていう話でもなさそうだと、地域によっても違うと、それからまあシミュレーションも実際にできるものがあると。でこれがですね、例えば行動調査の記録にもう一回こう当てはめて、でコンピューターでこのデータを入れてぐじゅぐじゅっと回すと、例えばあなたの先ほど言ったその地区のではなくて、あなたの甲状腺の透過線量どのぐらいですかというのがこうなんていうんですかね、そういう関数というかそういうモデルとしてもう適用可能なのか、あるいはそれまでにもう少し全県的なためにはもう少しこう精度を上げなければいけないのか、あるいはそれはどんなふうに今後展開していくのかということについては教えていただけるとありがたいんですけど。はい、じゃあ鈴木先生お願いします。多分栗原先生ご存知だと思うんですけど、この基本調査の行動パターンをもとに今後内部被曝の推計をするということは今後必要な進められてると、ちょっとゲーム感覚になってしまったりとかっていうような、まあ、そういうちょっと懸念があったようにちょっと聞き、まあ、ちょっと聞いておりまして、まあ、それで今は断念しているというところでございます。はい、大変重要なところの議論でありますけれども、ちょっと時間の都合上次の3番目の 議事に移らせていただきます。次はですね、西先生にお願いいたします。甲状腺がんの罹患率等についてお願いいたします。私は小児科医で、甲状腺とか、ホルモンを結構まあ、専門としているもので、チェルノブイリでも1991年と1996年ですか2回行きましたし、小児の甲状腺がんに放射線等の多少、まあ、関心を持っていまして、今回のこんなデータが出まして、最初はこんなに多いかなと思っていたんですけれども、現実的にましてやっぱり分後でお話した分子と分母の問題とかですね、子どもの病気もどんな病気もですね、0歳も5歳も10歳も15歳も18歳もまんべんなく発症するものではありませんので、甲状腺がんももう0歳とか5歳なんかほとんど全くないですのでね、それをひっくるめて、話するのはどうかなということで、それでたまたまですね、岡山大学の先生が、平成24年度ですかね、中国地区の内分泌学会で報告されたのを見ましてですね、びっくりしましたですね。ここに表に書いてありますようにですね、岡山大学の小倉先生という先生が保健学科の先生がですね、毎年新入学生の学生の全部触診で甲状腺をずっとやっていらっしゃるんです。もう平成かなり昭和の時代からですかね。で、たまたま平成24年度にここに書いてありますように3人見つかったということです。で、まあ、小倉先生とメールでやり取りをしてるんですけど、ところが平成25年度はゼロなんです。だからたまたま平成24年度にですね。で、今までのざーっと一覧表を見せていただいたんですが、やっぱりゼロ人の年度もありますし、2人の年度も3人の年度が2つあるんです。平成24年ともうちょっと前とですね。でまあ、トータルしてみると、ここに書いて岡大の1996年から2013年18年間で大体このぐらいなんですけども、ところがこれはまず3人の先生がですね、まあ、最初は何人の先生か知りません、今は3人のドクターが、専門は小倉先生1人なんですけども、まあ、触診してそこで引っかかったのを超音波エコーしてるわけですね、まあ、そうするとかなり、まあ、これでもそれでも見つかってくるということですね。
それから千葉大学でですね、平成12年、これも文献がありますけども、まあ、このぐらい約1万人に4人ですけど、1人は留学生ですから、これ除きますと1万人に3人ということですね。これもまず触診なんですね。触診でスクリーニングして、超音波エコーしてもこれぐらい見つかるんですね。で、慶応大学の高校生を見たっていうのがここに書いてありますよね。まあ、これは1人ですから、まあ、0人だったらもう0になりますから、まあ、これはあんまり当てにならないような気がしますけども、まあ、いずれにしてもですね、触診でスクリーニングして、そして引っかかってきたのをやっても結構見つかるということで、ですから全員もう超音波エコーすればもっと見つかってくる可能性があるだろうと思います。この20歳、プラスマイナスアルファですね、学生ですね、18歳とか20なんですね。で、この下に報告されましたね、国立がんセンターのが一番新しいのがあるんですが、これを見ますと大体こういうふうなレンジがありまして、ただこれはですね、要するに今までの報告が100万人にいくらと言ってもですね、要するに何らかの訴えで本人や家族が首のしこりに何か触れるとかですね、何かで訴えで精密検査でして甲状腺がんが見つかった人をその人口数で割ってるわけですよね。だから分子と分母が全然、もう分母は例えば0歳から15歳から19歳までの日本の人口はですね、大体500万人ぐらいいますからですね、それにちょっといったもものすごく違いますよね。まあ、そういうこととですね、そして次の2ページ目ですね、これが福島の県民調査の分ですけども、要するに県民調査の分は全部スクリーニングで見つけて、要するに本人の訴えも何にもないものまで見つけてるわけですね。そして分母がスクリーニングを受けた人なんですよね。それをいわゆる100万人にいくらの分は何らかの訴えで受診した人で甲状腺がんが見つかった人を、分母はその年代の人口数なんですね。例えば0から18歳までいったらもう2000万人ぐらいいますからね。そんなのと今の福島のこの分母が全然違いますよと比較するのは、まあ比較できないだろうと思いますですね。で、そういう本当に比較できるようなデータというのは本当はもう欧米の文献見てもないんですね。それで今回のですね、この間の報告、平成、昨年の12月までですかね、それを見ましたらですね、大体16歳から18歳までが多いですので、これを単純に計算しますとですね、大体100万人当たる男女合計1100人ぐらいという感じになるんですね。これを0から18歳まですると薄まってしまいますから、3段目の約280人なんですね。それでも従来言われている100万人当たりの1人2人計算すると200倍も300倍もと言われるゆえになるわけですね。だから100万人というのはもう分母が違うということですね。そして例えばですね、2番目 の, 100万人の男 4.8、 女 9.6、 男女合計 7.2 というですね、これは分母をですね、日本の18歳から21歳までの日本の人口数、分母を持っていったんですね。要するに何百万、500万人ぐらいになりますから、ものすごく違ってきますよね。だからもう分母が、もう分母に日本の人口を持ってくると全然違うということで、まあ、このやり方は必ずしも正しいと思っていません。分母に日本の人口数をボーンと持ってきたら、ものすごく薄まってしまうということです。で、資格の時の男女合計 7.2 ですけれども、これに日本の平均はですね、100万人当たりは大体 6.4 ですから、だからまあ福島県で100万人当たり 7.2、 福島県外の他の全国で見ても 6.4、 それ足して 13.6 だから、100万人当たり16歳から18歳ですかね、 13.86 人ぐらいになりますよということですけど、まあ、これちょっとこのやり方は必ずしも正しいとは僕は思っていません。いずれにしても分母と分子が違うということをですね、よくよく理解して、しないといけないと思います。あとは他にこの岡山大学とか千葉大学とかですね、バーッと書いてあるんですが、要するに全員福島県民調査のように工場超音波エコースクリーニングはやってませんので、それでも結構多いと。だからもっと全部やればもっと見つかってくるんじゃなかろうかということを書いた、まとめ、まあ、書いたものです。それが要点です。以上です。
はい、ありがとうございました。詳細のデータありがとうございます。それでは引き続きましてですね、津金先生に資料4についてご説明をしていただいて、その後で質疑応答という形に移りたいと思います。よろしく、津金先生よろしくお願いいたします。はい、資料4は実は前回私は欠席だったので、欠席の代わりに、県に送ったコメントを、今回改めてもう一度資料4として提出させていただきました。で、まず資料4についてご説明いたしますが、基本的に本社から得られた甲状腺がんなどの頻度については基本的に原則内部比較、性別年齢別あるいは地域放射線別などにとどめるべきであると。ただし、その多少評価する際には偶然バイアス、交絡による可能性を十分検討する必要がありますというふうに示しています。その偶然というのは、いわゆる統計的なばらつきで、ランダムに起こる確率的な誤差です。それから、下の方に説明を加えました。それから、バイアスというのは、いわゆる真の値との差に一定方向のある誤差。例えば、選択バイアスといいまして、例えば症状がある人ほど調査に参加するというようなこととか、情報バイアスというのはまさに、完全に客観化できない検査における意識的、無意識的な判定による誤差などですね。で、そういうようなことで、甲状腺検査をしてない地域との比較というのは、基本典型的な情報バイアスになりますよと。それから交絡というのは、要因と疾患の、関連性が第三の要因の影響により過大なし、過小評価される現象で、例えばある地域に甲状腺がんが多いという現象が、実際は性別年齢構成の違いであったりとか、あるいは要素、一つ今、乳頭がんのリスク要因であるという可能性があるんですけれども、要素の摂取量の違いにあり、もたらされているというようなことです。で、2番目は、もし、参考として外部比較を試みる場合は、最も適当なデータは環境省が並行して同じようなやり方で実施している長崎とか山梨とか弘前市による調査結果が基本的には唯一のものであろうというふうに考えています。同じように偶然バイアス、交絡は十分考慮しなければいけないということ。それから3番目、これもしばしばいろいろ今議論されてますけれども、今回の検査における有病データ、今まさに西先生が言ったように検査対象数あたりの甲状腺がんの発見率ですね、これを国内がんの罹患率データ、すなわちこれ人口あたりの1年間における臨床診断数です。日本の全国推計値として、しばしば国立がん研究センターのと引用させていただいていますけれども、これはあくまでも1年間における臨床診断数であるということです。で、こういうものと単純に比較すると、多くの誤解を生むので、それはぜひやめていただきたいということです。で、これがただこの比較が成り立つ条件があって、それは今回発見された甲状腺がんのすべてが1年以内にもし今回発見されなかったら何の状況もない中で、すべて臨床的に例えばしこりがあるとかいろんな症状があって病院に行って、すべて1年以内に病院に行って診断されるという現象が起これば比較は可能だということです。もしそうじゃなくて検査で診断されなければ臨床的に診断されるまで数年かかる、あるいは数十年かかる、あるいは生涯臨床的ながんにならない可能性がある場合は、そういう罹患データとの比較は極めて不適当であるということです。で、参考として検査の普及による甲状腺がんなどの急増という話で韓国の例とか、それから過去に日本においては新生児の神経芽細胞腫のマススクリーニングというのを行っていたんですが、それを行われなくなった理由というようなことも参考として検討する必要があるというふうに、ここに示していますが、この参考という部分のことを具体的にちょっとデータでお示ししているのが今回用意した資料です。で、これはあくまでも成人のがんの話だというようなことが前提で、今回のような未成年のがんに関してちょっと当てはまるかどうかというのは別の次元であるというようなことの前提でお聞きください。で、まず日本の状況ですが、甲状腺がんというのは罹患数としては全がんの 1.6% で、年間1万1700人ですか、前回2008年には診断された。それから死亡数は甲状腺が原因で死亡しているのは1694で、全がんの 0.5% であるということです。で、5年相対生存率は 92.2%、2003から2005年の診断例ですね。
で、ただ罹患数、死亡数というのは完全に要するに全数調査による統計なんですけれども、罹患数というのは今現在は、今、がん登録が法制化されるので、将来的にはある意味で全数登録になりますけれども、現状においては、地域がん登録の推計に基づく、すべては地域がん登録をやっているわけじゃないので、非常に精度も良くなくて、年次比較する意味においては、必ずしも適してはないという前提があるということを、ご認識いただければと思います。それから5ページ目は、下が死亡率ですね、で上が罹患率ですけれども、このものすごいやはりブレがあるということが分かると思いますけれども、高精度4地域というのは、昔からがん登録をやっている精度が高い地域、それでもやっぱりいろんなブレがあるということですね。で死亡率に関しては基本的にはもうほとんど変わってないというか、ずっと80年以降はもうむしろ下がっているということですね。女性においてもずっと、76年ぐらいまでは死亡率上がってますけど、その後はずっと下がっているというのが現状です。それから次が年齢階級別の死亡率を見てますが、基本的にほとんど変わってない、むしろまあ下がっているという、ちょっと見にくいですけど、まあ下がっているということです。で、これ大体、この統計でいうと、生涯で甲状腺外で死亡する確率というのは、日本の男性は 0.07%、日本の女性は 0.12% の。というのが下に示している数字です。20歳までに甲状腺がんで死亡する確率は基本的には 0.00% であるということです。で7ページ目は実際の甲状腺がんの死亡数です。20歳未満の死亡数を、5年ごとにちょっとまとめてみました。これ自分が手で集計しているので、もしかしたら転記間違いがあるかもしれませんけれども、まあ大体要するに、未成年の甲状腺がんというのは75年ぐらいで、年間1例あるかどうかで、もうそれ以降は大体5年に1人いるかいないかという感じですね。最近はもうほとんどゼロがついているというのが甲状腺がんによる死亡数です。それから8ページ目は、年齢階級別の罹患率で、これ見ていただくように死亡率とは全然打って変わって、ものすごい勢いで、甲状腺がんの罹患率は、まあ15歳以降ぐらいから急に急増しているというようなことが見れるかと思います。で、まあ、このデータに、最新のデータに基づくと、大体生涯、今、甲状腺がんと診断される確率は 0.29%、男性 0.29%、女性 1% です。それから9ページ目は甲状腺がんの罹患数ですね。これ見ていただくと、ものすごいばらつきがあるということがお分かりかと思います。それで0から4歳っていうのは、昔は罹患があったんですけれども、ここのところは全然ないですね。女性の場合2000年か2004年13人に診断されている、ものすごいやはり、まあ、ばらついてるっていうようなことで、まあ、あるところでいろんな、多分これ分からないんですけれども、まあ、検査したりとか、なんかすることによって増えたりとか減ったりっていう現象が起こっていて、これは非常にただでさえ、甲状腺が少ない甲状腺がんの統計に影響を与えると、そういうものがものすごく影響を与えるんだろうというようなことが、まあ、これ推測されます。それから10ページ目はこれから韓国の統計です。で韓国は、なんと恐ろしいことに、がんの罹患数の男性では 5.2%、6番目に多いがん、それから女性では最も多いがんが、甲状腺がんです。 28.7%、韓国のがんの診断された 4人に1人が甲状腺がんと診断されているということです。ところが死亡原因としては甲状腺がんはその他の中に消えていてわからないということです。それで年次11ページは年次推移を示していますが、男性のグラフは一番下のグラフでずっと上がっているというのがわかりますが、女性の右下の女性のグラフが2000年から急増しだして、2004年に第1位になって、もうどん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 増え続けていると、大体年率 25.4% の上昇が、あるということが、まあ、示されています。で次が、年齢階級別の統計ですが、いわゆる、乳がんと非常に似ている、分布をしていて、15歳ぐらいからずっと女性でおいて、40歳50歳というのはものすごい勢いで甲状腺がんの罹患率が高くなっているということですね。この要するに、比較的中高年の女性において甲状腺がんがもう最大の乳がんをしのぐ最大の原因になっていると。
それから13ページ、韓国の罹患率と死亡率を見ますが、罹患率は爆発的に上がってますが、死亡率は全然変わってないということです。それから14ページは、ナショナルサーベイといって、甲状腺がんの現状を調べるために韓国が行った、ナショナルエビデンスベースヘルスケアコラボレーティブエージェンシーからの、ちょっと、資料を引っ張ってきたんですけれども、ナショナルサーベイというのがデータです。大体20歳から69歳の男女を3633人アンケートすると、甲状腺の超音波検査を受けたことがあると回答したのは 23%。韓国の国民の 4人に1人は甲状腺の超音波検査を受けた。で、これは、女性が 30% で、50歳から59歳が 28%。で、そのうち、がんと診断されたのは 2% です。なので、100人中2人、超音波検査を受けた人の100人中2人ががんと診断されているという、もうすごい、数だということがお分かりかと思います。で、1センチ以上の 100% は手術をしていて、1センチ未満の 87.5% が手術していると。で、結節も 23.6% からが見つかっていると。15ページからはアメリカの現状です。で、これも死亡率が全然変わってませんが、診断数が、爆発的に増えているという現状で、まあ、最近の5年生存率は 97.7% と、まあ、5年生存率どん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 上がりますけれども、まあ、ほとんど治る甲状腺がんがたくさん診断されているので、5年生存率はどん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 もう上がっているというのが現状だと思います。で、次が、16ページですね。これはJAMA から取ってきているものですけれども、アメリカにおいて爆発的に上昇している甲状腺がんのは、いわゆる乳頭腺がん、パピラリーの、のがんで説明できているということですね。それからもう一つ、次の右の図を見ていただくと分かるように、2センチ未満の甲状腺がんで、この爆発的な上昇が説明できていて、5センチ以上の甲状腺がんとか2から5センチの甲状腺がんはほとんど変わらないと。で、同じようにアメリカも、罹患率はどんどん増えているけど死亡率は変わってないという現状です。で、17ページ以降は参考のために、まあ、がんの過剰診断というようなことが今ある意味で国際的には非常に大きな議論を呼んでいますので、それについて簡単にご紹介します。まあ、このがんの過剰診断の典型例が甲状腺がんだというふうに言われています。で、過剰診断って何かというと、その診断がなければその人の寿命前に症状をもたらして、あるいはその人の死に至ることのないがんの診断を言います。で、18ページは本当にがんが増えているのであれば診断数と死亡率は、ほぼ、まあ、パラレルに増えるという現象が起こらなきゃいけないと。過剰診断はひたすら診断数が増えるけど死亡率が変わらないと。要するにがんというのは基本的には死に至る怖い病気であるということが、まあ、前提なんですが、診断数だけ増えて死亡数が変わらないという現状は単純に要するに診断数を増やしているだけだと。で、これちょっと19ページは、日本の罹患率と死亡率、多分罹患率のデータがまだまだ年次推移を見るには、正確じゃないので気をつけてみないといけないんですけども、まあ、肺がん、男性の肺がんが増えてるっていうのは、まあ、増えてるわけですね。それ罹患率も死亡率も増えてるわけですね。で、まあ、90年代半ばから死亡率は下がり始めていて、まあ、90年代少し、まあ罹患率の方はあんまり上がってない下がってないんですけども、これはがん登録の精度とか、あるいは最近やっぱり肺がん検診におけるヘリカル CT による過剰診断という話もいろいろ国際的には話題になっています。だから結腸がんに関しても基本的にはやっぱり増えてるわけですね。罹患率も死亡率も増えてる。それから20ページは膵臓がんはほとんど、診断されたがんはほとんどなくなるので、膵臓がんの罹患率と死亡率はほとんどくっついてるという現状。それから胃がんに関しては胃がんの死亡率が減っている原因は胃がんになる人が減っているから胃がんの死亡率が減っているんだということが、まあ示されているわけですね。21ページは前立腺がんと乳がんですけれども、確かに前立腺がんが増えているんですが、まあ、ただ90年代以降爆発的に前立腺がんの診断数が増えている割には、増えている割には、まあ、死亡数はもう今下がり始めているということですね。まあ、乳がんも診断数が増えていて死亡数も増えていて、最近はちょっと下がり始めているという現状です。で、22ページがアメリカの視野における罹患率死亡率の推移で、まあ、これはいわゆる過剰診断が起こりやすいだろうというがんの典型例として出しているものですけど、 A が甲状腺がん、 B がメラノーマですね。それから C が腎臓がん、
それから D が前立腺がんで、E が乳がんだと。それで23ページは乳がんの、進展度別の罹患率の推移を見てますけれども、40歳以上でもう今アメリカの場合はマンモグラフィーを受けている人が 80% ぐらいに達している結果として、いわゆるアーリーステージのがんが乳がんが爆発的にまあ増えていますけれども、いわゆるまあ本当はアーリーステージが増えれば将来的にレートステージというか、いわゆる進行がんは減らないといけないんですけれども、初期がんがたくさん診断されている割には進行がんが減り方が小さいので、かなり要するに乳がんにおいても過剰診断があるんじゃないかというふうに言われています。で40歳未満に関しては初期がんも前立、進展がんも全然変わらないというです。それから24ページが大体、この、前立腺がん、甲状腺がん、乳がんに関して、まあ、例えば男性の60歳以上の人のバイオプシーというか冒険例を全部バイオプシーすると 30% と 70% が前立腺がんが見つかると。それから甲状腺がんに関しては大人で50歳か70歳を全部甲状腺をスライスしてみると36から100% ががんが見つかるというふうに言われていると、その一方で真ん中がライフタイムリスクオブデスというのは、いわゆるその前立腺がんで致死的になっている、あるいは進行転移がんになっているのは生涯で 4%、 それから甲状腺がん 0.1%、 乳がんは 4% で比べる、こういうことを考えると、まあ、この年齢でもしがんが診断された場合のまあ何十パーセントは、いわゆる必ずしも診断する必要はない過剰診断であろうという確率はかなり高いということで、まあこの甲状腺がんの場合は50歳から70歳で甲状腺がんが診断された場合は 99.7% から 99.9% は過剰診断であろうと。で25ページはなんで過剰診断が起こるかということのまあ模式図なんですけれども、普通はファストって書いてるように、がんの症状を出して死に至らしめるという経過を取るんですが、スローっていうゆっくり進んでるがんに関しては、まあ、いずれ症状を表していずれ死に至らしめる場合は早いうちに症状が出る前に検診で、早期診断して早期治療することによって、まあ、有効に検診というものは有効、早期診断というのは有効になるんですけれども、ただ非常にゆっくりで生涯にわたってその人の症状を表すとか死に至らしめないがんとか、まあ、ノンプログレッシブっていってあまり要するにずっと大きくならないがんとか、場合によってはその点線で書いているように小さくなっていくがんというのがもしあった場合、これはいわゆる診断精度がどん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 下に下がれば下がるほどこういうがんを見つけるというような現象がまあ起こるんだということです。それから26ページ、がん検診の利益と不利益というのは、がん検診というのはもちろん利益があります。で、最大の利益は、早く見つけることによって死なないで済むということが最大の利益で、それから死なないまでもがん患者の QOL が向上したりとか、医療費の削減、それからやっぱりスクリーニングで大丈夫ですよと言われれば、本当にがんがなければ安心するというのが最大の利益、この辺が利益なんですけども、やっぱり不利益としては、当然検診による精密検査、検診とか精密検査による心身への侵襲、コスト、合併症、それから偽陽性者へのやっぱり不必要な検査、不安、それから偽陰性者の治療の遅延、それから持病に、この最大のやっぱり不利益と言われているのは、持病に比べて臨床的に意味のないがんの診断治療で、これは感情診断、過剰診療と言われます。で、こういうものが本当に起こる、こんなものが起こるわけないというふうには考えがちなんですが、それがはっきり教えてくれるのはランダム化比較試験で、一般の人をランダムに無作為の2つのグループに分けて、検診をやるグループとそうじゃないグループをずっとフォローアップしていくことによって、いろんなことが分かるわけですね。いわゆる、早く見つ、まあ、要するに検診をやらなかった場合のセッティングを置くことによって検診をやることによる利益と不利益が分かるということです。で、PLCO って左側のやつは、基本的には死亡率は、PSA やってもまあ下がらないという話と、ERSPC って欧州の研究では 20% 死亡率が下がったという研究がありますが、2つの研究に共通して言えるのは PSA 検診をやることによって前立腺がんの診断数が増えるという、優位に診断数が増えるということはもう間違いないということです。で、28ページに行くと、まあ、こういうようなランダム化比較試験の知見に基づいて、このアメリカの、まあ、政府のホームページで
前立腺がん検診の利益と不利益というのを出してますけれども、55から69歳の男性1000人が1から4年ごとに PSA 検診を10年間受けると、まあ、100人から120人が偽陽性になって不安と生検を受けると、だから110人が前立腺がんと診断され、少なくても50人が治療合併症を受けると、それから4、5人が前立腺がんによる死亡、検診を受けない集団では5人であるのが、まあ、4、5人に減ると、すなわち、まあ、1000人 PSA 検診を受けると、まあ、100たくさんの前立腺がんを診断したりとか偽陽性を出すことによって、まあ、もしかしたら1人の死亡を回避することができるというふうに、まあ、大体計算されています。ですから、アメリカにおいては前立がん検診は基本的には推奨してないというようなことを、推奨していません。それから、まあ、最後と、こう神経がん細胞腫と、甲状腺がんとまた別の話だと当然思うんですけれども、日本も長い間神経がん細胞腫の新生児のマススクリーニングというのをやってましたけれども、これがまあ大体2002年にニューイングランドジャーナルに、カナダの研究とドイツの研究ということで、まあ、新生児のスクリーニングをやっても死亡率減少効果はないというようなことで、特にカナダの研究ではこういうまだやり続けている日本は考えるべきだというふうに書かれちゃったんですね、書かれてしまったんですけれども、日本ではいろんなオブザベーションのスタディで有効だとかそういうようなこともいくつか言われ議論はされていたんですが、それで30ページ、厚生労働省が検討班を開いて、このニューイングランドジャーナルにレターという形で、その当時の公衆衛生審議会の会長である久光先生、この要するに検討会の会長である久光先生と、坪野先生が、ニューイングランドジャーナルにレターとして、ちゃんと日本も検診をやめましたというふうに、回答しているということです。でこれが、31ページは神経がんマッサージスクリーニング検査のあり方に関する検討会の報告書、平成15年7月30日に出てますけれども、やはり検診というものは死亡率減少効果があるかということと、そのマススクリーニングによって不利益がないかが最も重要であると。で、有効性の評価についてのまとめは、死亡率減少効果に関しては、これは分かりません。現状においてはちょっと明確でないけれども、不利益については、現行の神経が細胞腫検査事業によって発見される例の中に相当程度積極的治療を必要としない例が含まれていると考えられ、また治療そのものによる負担のほか、治療によって合併症を生じる場合など、現在行われている生後6ヶ月時に実施する神経が細胞腫検査事業によって不利益を受ける場合があることは否定できないということによって、一旦休止することが適切と。やって休止されて、今現状においてもまだ休止されているというのが現状です。で最後こういうように、いわゆる、トゥーマッチメディスンというか、いわゆる過剰医療というものが今やはり、これイギリスの医師会雑誌ですね、 BMJ という、ところでキャンペーンされていて、その典型例として、過剰診断の典型例として、前立腺がんと細胞、甲状腺がんを挙げてます。その他にも喘息とか挙げられてますけども、このシリーズ、参考までこのシリーズで、2013年の9月7日号に、甲状腺がんについて の記事がありますので、これもぜひ見ていただければというようなことです。あと同じようにこのようなジャマアメリカの医師会雑誌のジャマのインターナルメディスンというところでも、Less is more って言って、要するにやっぱり過剰医療に対する最近キャンペーンというのがものすごく行われているというのが現状です。以上です。はい、菅野先生ありがとうございました。甲状腺がんの罹患率から他国との比較ですね、それから多臓器との比較、それから過剰診断の利益と不利益というところまで詳細にご説明いただきましてありがとうございました。これ先生、確認ですけど、甲状腺がんは乳頭がんに限ってでしょうか、あるいは他の分化がん、乳頭がんが、おそらく乳頭がんだけですね、はい、その他のがんに関しては基本的にはやはり致死的だし、それから ある程度ステーブル、こういうようなことをやってもほとんどあんまり発見はされない。はい、わかりました。質疑応答の時間10分ほどございます。それで最初まず西先生の方の資料3の方から質疑応答に移りたいと思いますけど、何かございますでしょうか。先生、これは全部触診ですね。触診ということは大体1cm、我々は常識的に考えると触診で見つかる、どうでしょう鈴木先生、1cm ぐらい必要ですか。大体1cm です。
そう。硬いの小さいものも分かります。あ、そうですね。あと位置的にも機関の前だと触診しやすいし、横の場合だと分からない場合もございますね。あります。はい、そこはちょっと太ってるとか。そうですね、男性女性の差もあるし、子供なんか太っとったら分からん、分からないですね。だからそういうことは詳しく書いてないです。ああ、ただ触診によってスクリーニングして、ございますか。それでは津金先生の方のあれも含めて、はい、どうぞ。すいません、ありがとうございます。あの津川先生 の、 その甲状腺がん罹患率国際的なあれ の、 その特にですね、福島の現在の甲状腺検診のデータと既存のがん登録データを比較することは適切でないということで僕は全く合意します。ただそもそもですね、今福島県でやっている甲状腺検査が当初の目的を達成できるのかっていう、まあ、ちょっと個人的に問いかけますと、例えばプロトコールっていうペーパーがジャーナルエピデモロジーに出てますけど、小児甲状腺スクリーニングの目的はこのプロトコールペーパーによると、早期発見、早期治療および長期のフォローアップを目的として 4,5 年で影響が出てくるという報告があるので、3年間でベースラインを測定すると、そういう目的があるわけですよね。つまり二次予防による死亡率の低下、二次予防というのはがんを早期発見して早期治療すると。それからもう一つはおそらく県民健康管理調査の一番皆さんが知りたがっている放射線影響 の把握と、そういう二つの目的があると思うんですが、まあ、もちろんがん見つかって、それが患者さん、個別の患者さん見つかって、それが自然に出たものか放射線に出たものかってもちろん分からないですから、じゃあ人口レベルで疫学調査をしましょうと、そういうそこまでは正しいんですが、まあ、はっきり結論から言うと、現状のままの福島県の甲状腺検診を続けてもいずれも評価できないと私は思います。なぜならば、例えば今の基礎調査を罹患率をベースラインとして時系列で罹患率の推移を見ても、例えば死亡率の変化が甲状腺検診によるものかわからない、それから罹患率の推移を放射線被曝に寄与することは非常に困難だと思います。なぜならそれは対象群がないからですね。甲状腺検診をした群としない群、それから放射線の影響を受けている地域とない地域というのは存在しないわけですね。で、津川先生おっしゃってましたが、唯一可能なのが環境省がやって4500人の甲状腺検診ですけども、まあ、いかんせんサンプルが少ないですから、がんをデテクトするまでのパワーがないという。じゃあもっとサンプルを増やして、他の地域、放射線の影響被曝が少ないような、例えば西日本のような地域と大きいサンプルでそういう比較試験、広報等を立ててやるべきかと。で、それは一つの手なんですが、ここでトリックがあって、じゃあそれをやると、やはり先ほど津波先生がおっしゃった過剰診断ですね、過剰治療というのが出てくるわけですよね。で、そのリスクをどう考えるかと。で、津波先生がまとめた資料の 4-26 って僕、素晴らしいと思ってましてですね、やはり今回の甲状腺のスクリーニングの本当の利益という、まあ、すなわち死亡や障害の予防効果があるかとか、いうのももちろんそのエビデンスを取るためには、やはりその前後の比較というだけでは難しいということと、それからやっぱりその生検、バイオプシーとか手術の後遺症、合併症、あるいはホルモン補充療法しなきゃいけないわけですよね。で、傷も残るし、そうした精神的な負担、そうしたものもカウントした、もちろん費用もですよ、そうした対比用効果っていうのをきちんと精査しないと、このままですね、この甲状腺検査、今の状況、今の形で続けていることによって、本当にその検診の効果を評価できるか、あるいは放射線被曝の影響を評価できるかというと、僕は非常に疑問に思います。個人的には。いかがでしょうか。コメントですよね。なかなか難しい問題ですけどね。当然、もうその暴露評価の、まあ、今データ出てましたけれども、暴露評価のデータを、まあ、今までの過去の、容量反応関係と当てはめて考えると、まあ、おそらく甲状腺がんのリスクが非常に、まあある程度大きく、リスクが大きくなるであろうという集団というのが、まあ、非常に小さい集団であろうことから、それを検出するということをやろうとすると、もう、ほとんど、難しい、検出はできないとは基本的には、思います。ですから、
まあ、やはりそうですね、だからそれは、まあ、で逆にもうほとんど暴露評価から考えて、やはりリスクがないという人に対して、まあまあ、調査だったらまあいいのかもしれませんけれども、まあ、何回やっぱり調査、こういうことを検査するということは、それにもたらされ起こる不利益ということもやはりよく考えてやらないと、それをやって得られる利益がまあほとんどないにもかかわらず、あまりにも多くの人に不利益を与えるというようなことが起これば、それはあまり、要するにこういう事業としてはいいものではないと思います。ポイントとしてはやはりその放射線の影響を科学的に評価するのは非常に難しいですよね、今のスタディデザインじゃ。それからやはり過剰診断の可能性によって逆に安心を与えるつもりが不安とか不信感を招いてしまったと、そういう現状をこの工場検査っていうのは逆に僕は示していると思っていて、じゃあその工場検査をこのまま続けるべきなのか、あるいはもう今のベースラインというものは逆に過剰診断のリフレクションであって、むしろがん登録法というのが今年から施行されましたし、福島県もこれからがん登録が始まりますから、じゃあ既存のね、いい他の地域のがん登録と福島県のがん登録を今の状況であえて検診というものによって過剰診断を招くというよりは、そのがん登録を使って比較していくという方法も考えうるんではないかというふうには個人的には思うんですけど。はい、西先生お願いします。やっぱりそういう問題はいずれは出てくるだろうと思うんですけども、まあ確かに今の福島の県の調査で放射線との関連性を見つけるのは難しいだろうと思うんですね。放射線の事故との関連性をね、いや、私が言ってるのは今のスタディデザインでは難しいでしょう。難しいですね。それで別のやり方をやれば、それをテストすることができるんじゃないですか。ここに今日持ってきたんですが、一番新しいジャーナル・オブ・ペディアトリックスにですね、載ってるんですね。子どもの甲状腺の要するに結節は早めに見つけて、アーリーディテクションがいいってこう書いてあるんですよ。そういうペーパーもあるんですよ。これまたお渡しするんですけど。いや、例えばですよ、甲状腺の日本がん治療学会のガイドラインでは、例えば1センチメートル以下のね、そのウェブサイトありますけど、例えば、これも見つけたら手術するかしないかに関しては非常に小児ですね、チャイルドフッドと、ね、アダルトとちょっと、はい、そこがいろいろちょっと違うんだろうと思いますね。どうぞどうぞ。鈴木先生お願いします。ここでの専門家としてちょっと大きなミスリーディングがならないようにお伝えしたいんですけど、まず、我々がこういうことを始めるにあたって一番これはもう津和田先生がおっしゃっているのは、甲状腺に過剰し甲状腺の、検診を行うと、アウトカムとして生存率を向上させるという意味であれば、何のメリットもないというのは知られているということで、日本の甲状腺の臨床家はそれを非常に戒めてスクリーニングはしないというのが一般的です。で、今回は子どもの放射線の影響、スタディデザインとおっしゃいましたが、それはまた別のところで議論があるかと思いますけど、子どもの、に対する福島県の子どもたちの放射線の影響をの不安を解消するために長きにわたって見守るということで、これは生存率を向上させるとかそういうことではないということが一つと、あと先ほど西先生がおっしゃったように、我々はこれ根こそぎ取ってるわけじゃなくて、一定の基準を持ってそういう、弊害をするために、経過を見て、また5ミリ以下は見ないということで経過観察して、そういうのは、もう一つは、今まさにこういう話をしてますけど、ついこの間までは逆に A2 判定、濃厚は我々2年後で十分なほど、ほとんどは陽性で2年で間に合います。そのくらい なんですが、ゆっくり育つのに陽性のものもっと育つ。それでも福島や日本中の人、ここにいる人もそうかもしれませんけど、急いでトラウト取るべきだ、いや急いでもっと短い間隔で検診すべきっていうのを皆さんがおっしゃっている中で、やっと今、A2 の方は皆さんにご理解がなんかできたと思います。本当はそういうことです。非常にその辺の、ことは予想されたことであるんですけど、注意して、考えなければいけない。子どもの場合はですね、
その今の一定の基準であるということで、極めて、清水先生もご理解していただきたいと思います。日本の専門家が同じ基準をして、合併症の極めて少ない方でやっている。やる必要のないものは今その間に入っています。小さいものでも、リンパ節転移がある、反対神経、これが要するに、統計上は出ないんですけど、先ほど言った生存率に影響をしないんですけど、ちょっと大きくなると声が出なくなる可能性、手術合併症が非常に高くなるという、そういう QOL を落とすバイアスが相当ありますので、そういうことも今後は検討に入れなければいけない。すみません、2つ、今、先生のご発言で、1つ目は、その要するに過剰診断は予想されてたと、それから、死亡率の低下云々に関することではなくて、とにかく子どもたちの超音波検査をしなきゃいけない、それがプライマリーオブジェクティブだとおっしゃいましたけど、それって逆じゃないですか、だって検診の目的ははっきりしないので、なんでその、検診の目的というのは死亡率を下げることですよね。でそれが、逆にそこが大きな間違いだと思うんですけど、ですから、福島医大の検診は、検査の件を使ってますが、健康診断で。いや言葉はそれどうでもいいんですけど、ただ今の、いや、しかしじゃあ、この今のじゃあ、超音波検査のじゃあ目的は何なんですか、もう一回聞きますけど。スタディデザインが悪いって言いましたけど、そうじゃなくて、これから会津地方も、会津地方の今、データを全く取得してない、考慮してない時期で、今、中間報告で話してなかったんですけど、会津地方は極めて戦力が低い中で、どのぐらいの頻度があるかということで、今後、それが長きにわたって見守ってくだの、診断率か、そちらの方に、どのくらいの差があるかというのを見ていくことです。それ先生の仮説は何ですか、その要するに個人レベルの動図と将来 の、 その甲状腺がん発罹患率というのが何らかの動数レスポンスリレーションシップがあるということが仮説なわけですか。増加がこれからかないかというのは、先生、今の大きな理論の飛躍が今、放射線の発生がある時期でもない時期のものを議論してますけど、これから放射線の影響でがんが急増するようなグループがある場合に、そことの比較というのが必要なので、今まで全くやられてなかった調査を今やっているということは、でそれを福島県内のデータでこう推移を見るだけなわけですよね、要するに今の。西先生、だから出発点はですね、私の考えでは県民の子どもさんを持つ親御さんとか県民の不安がものすごいありましたので、それでまずやろうというのが僕は出発点だと思います。これも正しかったと思うんですよ。それでこういうデータが出てきたから、今度はいろいろなことをやろう、次に進む道を、このままでいいとも思いませんから、どっかでね、おそらく出発点はそうだったと思うんですよ。だからもう出発点のことを先生おっしゃられたらですね、もう違います、しないこと、いや出発点のことじゃなくて、もう走っちゃったので、じゃあ今のこの段階で今のままでいいのか、ね、だからどうかっていうこと、だから今後そういう検討は必要だと思うんですよ。出発点は僕は思い方だと思います。ちょっとよろしいですかね。私はちょっと司会の立場であんまり語ったこと言いたくないんですけど、ちょっと司会から離れてね、ちょっと私の意見もちょっと言わせていただきたいんですけども、もうチェルノブイリの検診に行って十何年も経つんですけども、こういう患者さんを見ました。何人か見てるんですけど、5歳か6歳ぐらいの女の子で大きな傷があって、真ん中に気管切開の穴が開いてます。でこれはもう生きてます、これずっと生き、この子は生きると思いますね、生涯。ただ声は出ない、お風呂も入れない、みんなと楽しくお話もできない。これ何が起こったかっていうと、両側の反対神経が損傷されている。なぜ損傷されているかは分かりませんけれども、アクシデンタリーに取っちゃって傷つけたか、あるいは両合併切除せざるを得ないぐらいの診断になっていた時期、進行してたのか、これは分かりません。でも両側の反対神経が起きて、麻痺が起きていることは確かである。これはもっと早く見つけていればそういうことはないんです。で健康診断の過剰診断か、過剰診断なんて利益か不利益かっていうことは、それはですね、なかなか難しい。僕もいつも考えながら手術すべきか、1センチ以下の胃腸がんですよね。で位置的に同じ1センチでも、神経の近くにある1センチと気管の前に1センチ、あ
鋼鉄の中に埋もれている1センチと器官の前にあってくっついている1センチとは違うんです。手術すべきかあるいは経過見られるべきか大きな違いがあるんで、たかが1センチ、ただ1センチ以下だから全て経過を見るんじゃなくて、その位置によっても違うと、だから一例一例検討しなくちゃいけないと思うんですね。もう一つはほとんどの患者さんは行きます。1センチ以下の患者さん、腫瘍の患者さんを経過を見ても生命の予後に影響ないという方は多いんですけども、中にはこの腫瘍の生物学的ビヘビアといいますか、将来大きくなってきて転移を起こす、あるいは低分化型になる、あるいはもっともっと大きくなってきてから、年齢を増してきてから未分化がんに転化する、これは生命に関わる問題ですね。でそれは本当に100人に1人、1000人に1人、1万人に1人かもしれません。でそれは医学的には 0.1%、0.01% だということで、あんまり問題とされないかもしれませんけれども、その患者さんにとっては 100% 命に関わるもので、それを考えるとですね、もちろんクオリティオブライフも大事ですけれども、生命の予後ということも少しは考えてあげながら対応すべきだと、一例一例僕は一人一人 の患者さんの腫瘍の場所、あるいは慎重に見た結果、大きくなり方が早くなるかどうかとか、リンパ節転移が起きるかどうかとか、そういうことを見ながら経過を見る、だから検診って僕は大事だというふうに思うんですけどね。臨床の先生がそうおっしゃる気持ちは非常によく分かって、全く正論だと思うんですけど、ただ要するにもう少し冷静に考えると、そのもしその人が診断されなかったら、見つからなかったらどうなったかっていう、そのシナリオをやっぱりもう一つ描かないと、見つかった、早く見つかったらもうみんな早く小さな手術で QOL が高まってもまあ治りますけれども、そうじゃないシナリオもあるってことが、やっぱりランダム化比較試験といってやる、そういう検証をやるグループとそうじゃないグループをきちっと科学的に設定した上で、今まで数多くこれは要するに20歳未満の甲状腺がんに関してはないです、治験はこれはないですけれども、そうじゃない検診に関しては今まで世界中でそういうセッティングで検討された結果、明らかに過剰診断があるってことはもう科学的に明らかになっているので、そういう理論はやっぱり必ずしも通じないと思います。ただがんと診断ついた限りは、頻繁な検査じゃなくても1年2年に一度は見てあげて、でどういうふうになっていくかということは、やってることは悪いことじゃないかなというふうに思いますけど。じゃあ春日先生からお願いします。今臨床の先生と疫学の先生 の意見の対立がありましたけれども、甲状腺がんそのものの、過剰診療のことは津金先生 のご説明の通りだと思います。ただ私たちは今福島にいるんですね。そのこの事故があったという現実を踏まえて、しかも最初の議題のところから初期被曝の現実、実情もまだまだ十分に正確に把握しきれてない、今の現状、また、ほぼ3年前の、時点ではもっともっと分からなかった時点、その時 の現状を踏まえてですね、やはり、今後、甲状腺への影響がどのくらい出るかが十分には予測できないもとでは、やはり対象 の県民に対して、特に子どもたちに対して検査をしていかなければいけないということは、これは県民の気持ちの上からも、また、科学的な判断の上からも、妥当だと思います。ただ、それを、非常にこう、ある仮説に基づいて、その仮説を証明するための研究デザインというその視点から見ると、現時点 のデザインでも十分とは言えないところはあります。ただそれについてもですね、今後その被曝の、初期被曝 の実態がより正確に分かってきた段階で、それとの照合も踏まえてデザイン自体を今後検討し直すということは、それは誰でも理解できて
県民にも受け入れられることだと思います。ただ、現時点でのこの検査、検診の検査ですね、この、デザインについてはこれは十分理由があって行われているというふうに私は考えます。私はもう今回あくまでも要するに今回参考として、科学の現状というかエビデンスの現状というものをあくまでも今回はお示しただけであって、今回のこの調査とのリンクに関しては一切私は今回の場合は特にリンクさせてないということだけは言っておきたいと思います。はい、どうぞ。すいません、手短に、福島県の方として非常にご苦労されながらされてるなとは思うんですけれども、先ほど鈴木先生の方でご発言されたことでちょっと確認したいんですけど、今のような議論を受けて、現在の分に関してはそのコントロールとしてその会津地域なんかを、内部コントロールとして持って今後評価する方向を考えたいっていうふうにお考えなんでしょうか。はい、それに関連してもう一つはやっぱり今の現状としてやっぱり県としてこの検診はフォローするような体制で継続していくという状況なんだと思うんですけれども、今月末まで先行検査が終わって来年度から本格検査になるということですけれども、その本格検査に同じ対象の人たちをやっていった場合に今の仮説としてどういう状況であれば増えてないという、これだけ先に、オーバーダイアグノーシスのことも含めて拾い出しているという中で今度どういう数値になってきたらどう判断するのかということは先にメッセージある程度出していった方がいいと思うんですけれども、なかなか実り多いディスカッションで、評価部会の目的がすでにもう進行してるなというふうに感じるんです。今日はあっという間に時間になってしまいまして、フリーディスカッションがの時間がなくなってしまったんですけど、5分ぐらい延長してよろしいですか。それじゃあ全体でフロアの先生方もどうぞディスカッションしたいと思うんですけど、何かございましたらどうぞ。はい、勝川先生お願いします。この専門部会を、立ち上げてくださいというふうにお願いした一つのきっかけはですね、もう一つのきっかけはいろいろな科学誌雑誌あるいは、一般誌に投稿されている、あるいはネットでこう議論されている中に疫学的観点からも違うご主張がある方もいらして、それをもとに、どっちが何が本当なのかなとい こう県民の間での、疑問不安が広がってたということがあったと思います。できましたらせっかくここに疫学の専門家の先生もお揃いなので、反対の意見を、つまりですね、反対というのではないですね、その疫学的にいろいろ違う意見を持っている方をお招きして、ぜひその疫学的にどこがどう違うのか、そこの解析をですね、していただきたいというふうに思うんですけれども、それは部会長また県の方にお願いしたいと。はい、ぜひそれはお願いしたいかなと思います。私前以前から気になっていることが一つもありまして、それはチェルノブイリの原発の後に4年後から増えたとっていう事実があるわけですけども、果たして事故が起こった後に甲状腺がんがこれから子どもが増えるぞというふうに何人の人が思ってたかですよね。ですから本当に事故直後からずっと調べた結果4年後から増えたのか、あるいは増えてきて甲状腺がんがしこりとして見つかったのが4年後から増えて見つかったの増える、先ほどちょっとお話がありましたけれども、触診できるのは
1センチとか 1.5 センチになってくるわけなので、 そこまで4年ぐらいかかる可能性もあるわけですよね。0、1ミリ、2ミリからその最初の3年間は果たしてどんな検査が行われてたのかということは、ぜひ疫学的な立場の先生方も含めにを中心にですね、これから先何回かにわたって検証していく必要があるかなと思うんですね。それが結局この福島原発の後、今もう3年経ちますけども、少しずつ見つかってきて、大きいのこれ3センチ4センチなのはもう明らかに前、3年前以上前からあったのは あったと思うんですけども、例えば2ミリ3ミリが見つかった場合にそれはどうだったのかということも、果たして原発の影響なのかそうじゃ ないのかっていうことはなかなか難しい問題がまだ残されると思うんです。もう一つはやっぱり将来はですね、将来というか近い将来、早くなるべく早く、今3カ所、山梨と長崎と弘前で被災者以外の方の検診が行われてますけど、もっともっとたくさん の母体、検診をしてですね、で同じ年代の同じぐ検査をして、同じ肺炎因子の中で発見率がどのくらい違うかということも、これも非常に大事なことなんじゃないかというふうに思いますので、そんなこともこれから先やっていかなければいけないことかなというふうに思いますけど、はい、志村先生お願いいたします。福島県議事代志村と申します。私産経調査を担当させていただいています。産経調査の目的はですね、当時 H プラス3世の濃厚が多いということに対しての、お答えを出すということになっていました。で先ほどからご指摘いただいているように検診はオーバーダイアグノーシスによる受診者への不利益が、あるかもしれないです。ですから、そういった関係のない地域の子どもたちに受診者数を増やして検査することはあまり良くないと我々は思っています。ですからちょっと増やすということに関してちょっと期待していただくのは難しいかなと思います。で福島に関しては私の個人的な意見ですけれども、福島の方は、放射線に対する、恐怖というかあります。ですからそれに対する正しい、データを出す真実を示すことが非常に福島県民にとっては非常に大きな利益であって、その利益が大きいということで、検査を続けているというふうに私は感じておりますので、そういった意味では福島ではしっかりと。で、オーバードライブノーシスによる不利益をなるべく、少なくするために、我々例えば細胞診をするにも非常に厳格な基準を作って客観的な評価のもとにやっておりますので、あまりクリニカルにも大にならないものはあまりいけないようにということでやっています。それは反面統計学的なデータへの、阻害因子になっているとは思いますが、我々の医師ですから、住民の方の、健康というか、それが最優先の課題です、そういった形で保険の、評価にちょっと問題があるとご指摘いただくのはその通りだと思います。デザインが一番いいんじゃないかなと思って。はい、ありがとうございます。ちょっと申し訳ないなという思いはあるんですが、やはりそのオーバーダイアグノーシスの問題とかですね、その何て言いますかね、検診をすることによって、そういう、あれが変わるというようなことについての説明が、あまり十分でなくてですね、いろんな人たちから誤解を受けて不安を煽ってきた、煽ったというか不安を招いたということについては、やっぱりそのしっかりとしたその、科学的なそのデータを示しながら議論していって、その結果として理解が深まってくる。そして私はやっぱりその検診を受けなくなってしまうということを、こちらが検診をするにもかかわらず検診を受けなくなってしまうということについても、私は一定の配慮が必要だろうというふうに思います。で、もう一つ観点としては、最初私が質問させていただいた、つまり本当に甲状腺にどのぐらいのその要素が取り込まれたのか
というのは今からはもう類推するしかないわけですが、そのデータがもっともっと精緻になってくれば、先ほど言ったその30何万人の中での比較ということがもしかしたら可能になるだろうし、それが放射線の影響があるかないかという科学的な最終的な結論がどうかとは別として、そういうデータがより精緻に揃ってくることがやっぱりこの検査といいますか、この健康審査のその最終的なですね目的をやっぱり遠慮するというかいうことにつながると私は思っていまして、ですからそういう取り組みが今続いているという中で、先ほど春日先生がおっしゃったようなそうは言っても増えてるんだというような意見を述べる人たちのその意見というのについてもですね、どういうその考え方なのかというのは整理した上で発言をこれからもしていかなきゃいけないなと、私も座長として発言を求められ、放射線の影響があるのかどうかと聞かれるときにいつもそれは今現時点での知見をもってすればわからないという前提のもとに考えにくいという発言をしてきていますけれども、そういう発言の仕方あるいはその評価についてもいずれですねその増えたという人たちの意見も含めて、しっかりとその 発信していく必要もあるんだろうと思います。で、渋谷先生のご意見その通りって思う部分もありますし、先ほどからの議論本当に聞かせていただいたというか、この部会を作らせていただいてこういう議論が進むということをこれからも期待をしたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。実は来週今週か今週の私いつも行ってるそのベラルーシの2人がいる現地の2人が日本に来る、確か福島にも来るっていうふうに話を伺いました。で水曜日かなんかに東京に来るんでお会いすることになってて、今日の中の疑問点をちょっと直接本人に聞いてこの次の会にご報告したいと思います。他に、はい、先生、やはり本当に放射線の影響を見るのはこのデータセットの中の放射線量別の要するに容量反応関係が得られるかどうかを見るのが、多分唯一の方法であって、ただそのチェルノブイリの時でも同じように全て同じような調査をした上での容量反応関係が確認されたので放射線と甲状腺がんとの因果関係が示されているということですので、変にむやみやたらに変な対象を持ってきてやることは極めて本当に先ほど言ったように不利益を受ける子どもたちの数を増やすというようなことにつながりかねないので、そこはもう十分慎重にならなきゃいけないし、あとやはり本当にやっぱりこれを調査を受けることによってやっぱり検査で陽性だと精密検査が必要だと言われている人に対するやっぱりケアということもやはり非常にやっぱり大事で、そこも本当に慎重にものすごい数の方がそういう対象になっちゃうわけなんですけどね、ずっとそうやって不安を抱きながらこれから何年か過ごさなきゃいけないっていうような人たちもたくさんある程度作ってしまうということもやっぱりきちっと我々は認識しないといけないと思います。はい、よくわかりました。他にございますか、よろしいですか。時間が15分と予定より過ぎてしまいました、申し訳ありません。じゃあ事務局の方にお返ししますので、次回の、これで会を終わりにしたいと思います、はい、ありがとうございます。次回の評価部会につきましては、年度が変わってというところでまた日程調整をさせていただきたいというふうに思っております。それではこれをもちまして県民健康管理調査検討委員会第2回甲状腺検査評価部会を閉会いたします。部会員の先生方ありがとうございました。